夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE。 君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの？あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。今さら君に会ってさ、僕は何を言ったらいい？可愛くなったね、口先でしか言えないよ。どうしたの？いきなりさ、タバコなんてくわえ出して。悲しくないよ、悲しくないよ、君が変わっただけだから。でも見てよ今の僕を、空っぽの僕を、人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになることなんてありえないけど、君のドルチェ&ガッバーナの香水が思い出させる。何もなくても楽しかった頃に戻りたいとか思わないけど、君の目を見ると思う。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同じことの繰り返しって僕が振られるんだ。トゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。さあ、なんやかんや、久しぶりの小川先生、音楽久しぶりですね。音楽企画ということで、はい、まあ、いろんなきっかけあったんですけど、はい、ハートボイススタジオミュージックスクール小川茂和校長と角ちゃんがこの曲をやったらどうなるかっていうことで、はい、先生にもギター演奏してくれて、はい、まず瑛斗君の「香水」というね、もう、はい、なんかあれ TikTok が最初らしいですね。みたいですね。なんかもう今の時代何がどこからどう思って分からないですね。僕
初めて何かで聴いた時に、はい、そのサビの部分の「君のドルチェ&」っていうあそこがなんか耳に心地よくて、うん、ほんであの僕乗っかったみたいに思われてますけど、はい、あの僕昔からドルガバが結構、はい、あの愛用してて、はい、で靴だったりなんだジャケットだったりとかってドルガバ着てたんで、はい、であれドルガバってパッと耳に入ってきて、でそっからいい曲やんと思って聴いてたんですけど、その、はい、君のド歌詞もちゃんと覚えちゃんと耳に入れてなかったんで、はい、君のドルチェ&ガバーナの香水のせいなのよなのか、はい、君とドルチェ&ガバーナのガバーナの香水のせいな、はい、どっちなんやろなって悩んで悩んで原曲を聴いてみようって聞いたら、うん、そのが入ってただけなんですね、歌詞書いてね君のドルチェ&ガバナのその香水のそのかよみたいな、もっとこう節回しでアレンジして歌ってるのかなと思ったら、はい、結構この曲ってだから1番と2番の A メロ B メロの法則性がなかったりとか、うん、そうですよね、大体同じメロディー同じふわりやったりするけどなんですよね。たまにあの桑田さんとかでも2番、うん、大サビとことかでちょっとフレーズ変えるなんてとかあってけど、うんうん、この曲って2番も同じ感じでいくのかなと思ったら、1番はポンって半1音とか上がってたのがそのままフラットでいったりとかいうアレンジが、なんか曲作りってこうライティングセッションみたいな感じでこう伴奏を弾いてるところで歌ってもらって、はい、じゃあもっとこんなメロディーでいいんじゃないみたいなやり取りしてるみたいですね。だから多分譜面最初にありきじゃないんだよね。なるほどな、うん、でも僕は譜面を読め、あの音楽好きだけど譜面全然読めないんですけど、うん、あの たくさん写真違うな、どこやったっけ、とあたくさん写真撮った撮ったね、うん、撮ったねら撮ったねって、この音の違いはねすぐ分かりましたなんだそりゃっていやでもあのなんかそういう意味ではよくこういう楽曲が出たら楽譜がリリースされたりする、はいはい、それはめんどくさいですね、書く人は。そうでしょうね、そうでしょうね、方向性が違うから。ギターはね、これずっと同じことばっかりやったんで、あ、でも、はい、この曲をやるにあたって、まあ僕もそのよく YouTube で他の、はい、あの芸人さんとかが歌ってみたいなのって、うん、結局やり直しみたいな感じなんですね、うん、いかにエイトの歌に忠実にこうコピーするかみたいな感じが多かったんで、はい、僕らはそれやってもしょうがないなっていうの、はい、古賀先生もギターのね多少変えてました感じを、はい、そうなんですよ、あの古賀先生のなんか得意とする感じの響きとかに、はい、もう完全にオリジナルでやっていただいて、ね、これまあ原曲より半音下で今日は弾いてるんですけど、この最初の G っていう、はい、ここの響きが、まあ、好きじゃないって言ったらあれですけど、うこうちょっと人スパイス入れたくなるんで、ここ、はい、とか、はい、同じ G でもこっちじゃなくてしたいとか、なんかちょっとやりたくなってしまうので、なるべく原曲に忠実じゃなくて自分っぽく弾くようにはしましたけど、だから僕も歌い方は、はい、でも全くエイトの面影はなかった、なかったですもんね、まず体格も違いますだからなんか体育会 の部活ソングみたいな感じになっちゃったんですけど、それはそれで音楽の面白いところってね、あの特に僕このミュージックスクール通うようになって、瀬戸口先生から、久保田さん、せっかく歌うまいのにもったいないと、歌真似、ね、まあ、歌真似から入る、その耳から音を取って、うん、同じ音を出して見せるっていうのは一つの多分僕の特技だとは思うんですけど、うん、それができるのならもう絶対もったいないからオリジナルの歌い方をした方がいいっていうのを瀬戸口先生にいつも、うん、ミュージックスクールの楽器こと瀬戸口先生それはちょっと分からないよっしゃっていうので今回はなんか歌ってみた。だからね、やっぱし、先生のギターで歌うという、はい、うん、これってこなんやかんやのいろんな企画がある中でも、そうですね、なんか実は古賀先生と僕だからこそできるみたいなね、はい、とこなので、また僕も今日ギターを弾くべきなのか、香水のミュージックビデオみたいに後ろで踊ったこっちをやろうかギリギリまで悩みました。あ、しまった、そっちにしてもらえばよかった。